ひえひえい、冷蔵庫マン参上、ひえひえい。前日談、あの世界中の人たちの度肝を抜いたあのカルト的人気作品群の前日談、やばい、今回もやばい、ひえひえ。どうもこんにちは、冷蔵庫マンです。このチャンネルは公開前の映画を試写会で見て紹介するチャンネルです。今日紹介するのは、待ってる人いっぱいいるんじゃないかな、こちら3月31日公開、エスターファーストキルです。前作2009年のエスターから14年ですよ。14年経って公開されるという、それも2本目なんだけど続きではなくて前日談という、いやー、ゾクゾクしちゃった。まあいろいろ言われてる、全米で公開されてね、もういろいろ、なんかいろんなこといろいろ言われてるけどね、俺めっちゃゾクゾクして楽しんじゃった。いや、これはね、最初に言っとくけど、エスター見た人も見てない人も見た方がいいわ。もう本当にストーリーです、ストーリー。前日談というんで、まあ、エピソード0とか見る前は、あ、そのエスターがまだあのサイコパス、もうすっごい、もう凶暴なサイコパス、もう頭がいいサイコパスになる前の、その普通の女の子から始まるのかなと思ったわけよ。違うの。いきなりトップギアよ、すごいな。もうこれ以上言わない。これ以上やない。もうね、始まりはね、もうその前のエスター、2009年のエスターの中でも、そのちょっとチラッと出たんだけど、話の中に、エストニアの人里離れた精神科医療所にいるリーナという少女、エスターじゃないんだよね、リーナなのよ。もうここまで、ここまでしか言わないから、もうグーッ、もうそっからいきなり始まって2分ぐらいでもうトップギア、もうトップギアゾクゾクさせてくれんのよ。いや、これね、制作者もプロデューサーも監督も、そして主演の、実は主演14年前のエスターと同じイザベル・ファーマンがやってるわけ。その彼女、もうね、制作スタッフと彼女がね、もうキャストの他の人たちもそうなんだけど、なんとかあのカルト的傑作にもう準ずるような、準ずるというか、それに値する、その2本目を作ろうと思って命がけでやってるね。もう愛してやってる、愛して。いやー、だからね、俺は面白かったな。でもやっぱりこれ2009年のエスターファンがいっぱいいるわけよ。いっぱいいる、いっぱいいるけど、この作ろうっていう愛を、もうエスターを愛したそのイザベル・ファーマン、イザベル・ファーマンもエスターがもう自分も代表作じゃない。でもうその代表作のもう2本目をやれるっていうのがすごく、すごくやっぱりな、嬉しかったんじゃないかな。そのプロデューサースタッフ、その主演女優の愛、そして共演者もあります。そしてさらに1作目に値する2作目になるように、だってさ、一作目がさ、もう本当に語り継がれるほどの、日本で言ったらどんでん返しね、大どんでん返し。そしてアメリカ的にはツイストって言うんだってね、ひねり。そしてそのアメリカ的にツイストって言うんだけど、ツイストを超えてサプライズになったわけよ。でもここでは言いません、
ここでは言いません。そしてよく2作目ができた時に言われるのが、1作目を見てなくてもいいかという、これどっちもいいですね。1作目見てなくても全然わかります。なぜだと前日談なんで。しかしです、しかしなんですよ、その2009年のエスターが世界的にもう驚愕させたそのサプライズ、最後の最後でこう明かされるサプライズが、2作目ではやっぱりもうそのやっぱ言葉でちょろちょろっと最初の方にパッとスッといくんで、その驚愕を味わってほしいわけ。まずね、その驚愕サプライズどんでん返しをで、1作目見る環境にある人は見た方がいいかもしれない。見てから見るのあるんですが、もう一つ別の見方で、実はアメリカで一番ちょっとその言われたことは、イザベル・ファーマンがもう25歳なわけよ。身長も165以上なのかな、あって、でその彼女が11歳か12歳の時に9歳のエスターを演じたわけね、前作では。だからほとんど変わんなかったわけ。身長も別に普通にそのイザベル・ファーマンのその体型で撮ったわけで、子供ですよ。で大人になったイザベル・ファーマンがやってるっていうことで、やっぱりちょっと違和感があるっていうのは、かなりこうその一作目のエスターを愛したファンからは言われたんですけど、まあそれ一作目見なかったら全然子供に見えるから、全然子供、もうね、その CG ではないんで、処理が子供にするっていう、身長変えたりね、そういうするのがもうね、ちょっと SNS で公式が出してるそのメイキングではない、そのなんか撮影、その撮影の合間のその出演者がはしゃいでるところとかのシーンがあったんだけど、厚底ブーツね、厚底ブーツよ、そのエスターと一緒にこう演技する人、後ろ姿は子供をね、後ろ顔が映んないところはその子供役の方がもう2人ぐらいいるみたいなんだけど、その方がやって、その2人とはしゃいでたりね。でもイザベル・ファーマンはほぼ中腰だったらしいですね、やっぱり演技するときに。それが大変だったみたいなことあるんですけど、あとメイクさん、メイクさんとかがね、いろいろ考えたり、角度、カメラの角度でこうやって、だってその身長がやっぱりその中腰になったりいろいろしてるってこと気にならないよね、もう撮ってくれてるのよ、アナログで CG ではなくて。そこがまたいいんだよな、やっぱり CG の違和感が入れたくなかったんだろうな。そしてストーリーだから、それをそれがもう本当に繊細に愛を込めて作ってるんで、一作目を見なければ本当に子供がやってるみたいに見えるんですね。うん、だから一作目見てない人はまずそれ、二作目だけでも全然いいです、全然いいし、ドキドキするし、ストーリーも一作目のサプライズまでは、もう世界を驚愕するまではいかないけど、こう来たかと。サイコパスの映画ではかなりもう考えてありますね。もうこう次の段階のストーリーに勇気を持って進んでます。これは面白いわ。だから人間でさ、ある瞬間にサイコパスになっちゃうんだろうな。それも愛がベースでって、そうなんだけど、あ、概要欄に予告編貼っときますんで、それを見ていくのもいいかもしれない。それ見てもね、そのツイストっていうか、ひねりとかどんでん返し、途中のどんでん返しのは、まあ、分かりませんので見てくださいね。いやいいですね、もう伝説の作品の2作目を作るって大変だと思うんだよな。でも作ったんです、映画を愛する人が。そしてイザベル・ファーマンも自分の女優人生をかけてると思うんですよ。まあ、最近ちょっと出演作が少なくなってるんで、もう一つ自分の未来をかけてやったと思うんです。そういう映画見るのいいじゃない。
ね。で、できた映画は、うわー、エスター全開でした。ぜひ公開された映画館へ。これからもいろんな作品紹介していきます。いいね、チャンネル登録お願いします。もうね、1000人行きたいです。1000人行ったらいろいろやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。冷蔵庫マンでした。ひえひえい。